アドルフ・アグナーはドイツの経済学者並びに財政学者である。エアランゲンにて哲学教授の息子として生を受ける。ゲッティンゲン大学に学び、1857年に博士号を取得。ウィーンで中学教師の傍らウィーン大学への報職を志すも、ローレンツ・フォンシュタインの財政政策に反対したことからハンブルクに赴き商業学校の教師となる。 1865年に、タルト大学へ招かれ、民族史、地理学、統計学の主任教官となって、本格的な経済学の研究が可能となった。その後、フライブルク大学、ベルリン大学で教弁を取り、グスタフ・フォン・シュモラーと共に、社会政策学会、アドルフ・シュテッカーと共に、キリスト教社会等の創設に関与、ベルナーゾンバルトなどを教えた。ベルリンで死去。 シュモラーと並んで社会政策学会で活動し、ビスマルク期の最も重要な経済学者の一人であった。ただ同じ社会政策学会で活動したるよ、ブレンターノとは、ソリが合わず、しばしば大喧嘩している。国家社会主義や公団社会主義の代表的論客として認められているが、ワグナー自身は歴史学派としての立場を強調している。経済学においては、 ワグナーの法則と呼ばれる国民総生産の増大に伴い国費の支出が増加するという法則を提唱した。加えてドイツの金融信用制度の発展を準備し、第一次世界大戦前の発見銀行政策や金融実践に重要な影響を及ぼした。ありがとうございます。